第三機場方式。第三機場方式は、電気鉄道の終電方式の一つ。走行用のレールとは別に、並行して、第3の給電用レール、第3機場を付設し、それを車両に取り付けた、終電グッズ、コレクター集マスって終電する方式。架空電車線方式に比べ建設コストが安く、河川柱や河川により、景観を損ねないのが利点である。反面、 線路時期の低い位置に裸の給電レールを付設するため人の立ち入りが容易な路線や駅では感電の危険を伴う上、保線作業時においても短絡や感電の危険性が高いため、日本国内では原則として直流を用いるものは 750V 以下、交流を用いるものは 600V 以下の低圧で用いること、また人が立ち入る可能性の低い地下鉄道、または 高架線用磁気鉄道に限る旨が国土交通省令、規則、国示で定められている。構造的には架空電車線と比べて高質で柔軟性に乏しい鉄製レールを用いるためリズニや修道騒音を生じやすく分岐器や踏切の上では給電が途切れる欠点を有する。また曲線走行時には摩擦による振動や騒音が大きく。 高速運転に適さないのも欠点である。近鉄京阪な線で時速 95km 運転が行われているほか、時速 120km 運転の試験が行われたこともある。イギリスでも時速 160km 運転をしている区間もあるが、一般的に時速 200km 以上の高速運転には向かない。イギリス国内のユーロスターが架空線方式の高速新線。 CTRL に切り替えられたのも、フランス国内との速度差が大きい上、A2 海峡トンネルの出口で、終電方式の切り替えが発生するという不都合があったからである。1990年代前半には、騒音の低減も狙うべく、日本で新幹線のような高速運転を可能とする研究もしていたようだが、低電圧では高速運転に不向きで、 高電圧は地表に近い位置での使用が何かと危険でるため断念したという。第三機場は地上の低い位置に設置されているが、走行用レールが地表とほぼ同電位であるのに対し、第三機場は地表に対して高渉電圧に等しい電圧を有している。また、第三機場は車両の重量を支えるわけではないので、走行用レールと同一のレールを使用する必要はなく、 走行用レールよりも細いものや、強度は劣るが、電気抵抗の低い低炭素高レールが用られている。第3機場は、地表上低い位置に設置されるため線路を横断する、形の平面交差にあまり向かないのも欠点である。ロンドン南港や、ベルリンエスバーン、シカゴ L の郊外地上区間など、踏切のある路線も存在するが、第3機場の特性の面から、 大半の路線は立体化されている。なお、日本でも、東京メトロ銀座線の上野駅から分岐する、上野検尺の手前には、一般道路との踏切があるが、この踏切から線路内に人が立ち入らないように、線路側にも、電車の通過時のみ開閉する遮断策が設けられている。ほか、道路との交差部に、第三機場を設置していない。日本では一部の地下鉄及び、 第三機場方式の地下鉄と直通運転している路線だけに用いられているが、欧米ではロンドン近郊の旧国鉄路線など地上の路線にも広く採用されている。フランスのピレネー山脈にはトレエンジャウネ、トランジョーヌ、黄色い列車と称するフランス国鉄 SNCF の経営による第三機場終電の小型電車を使用する山岳ローカル線セルダーニュも存在する。 第三機情方式は建設コストの面から、小断面のトンネルで建設しようとする場合に有利で、地下鉄などトンネル断面を小さくしたい場合に採用された。近年は地上路線との乗り入れが普及したため、合体河川などを使用した架空電車線方式を採用する地下鉄が多く、国内の鉄輪式リニアモーターカーによる地下鉄もすべて架空電車線方式である。 駅のプラットフォームや線路時期と道路が近接する場所など、係員以外の者が線路時期に立ち入る恐れのある箇所には、関電の危険性と線路内立ち入り禁止である旨を警告表示するよう規定されている。世界的に見て、使用電圧は大半の路線が直流900ボルト未満で、1500ボルトもしくは3000ボルトを多用する河川終電式より低い。 日本国内では直流 750V 以下、交流 600V 以下と規定されている。路面電車でも第三機場による地表終電方式が用いられている例がある。給電用レールは細かい絶縁区間に分割され、車両の真下の部分にのみ通電されるようになっている。19世紀末に登場したものの安全性に問題がありすぐに姿を消したが、年に、 フランスのボルドーで再度実用化された。路面電車の第三機上終電方式にはこの他に、地中の溝に給電用レールを指揮する、地中港、コンデュイット方式が存在した。アップト式時代の新一本線横川駅、軽井沢駅間、通称、横継線が第三機上方式の最初の例である。電圧は直流 600V で、仮面接触方式であった。 架空電車線方式とならなかったのは、多数あるトンネルが蒸気機関車用の断面サイズで作られていたため、架空電車線化するには、トンネル断面高さを大きく広げる工事が必要になり、その見積もり額が莫大であったので、これより低予算で実現可能な第三機乗方式が採用されたものである。なお、横川駅及び軽井沢駅構内は、 機関車付け替え作業や貨車入れ替え作業時の安全性を考慮して、架空電車線方式を取ったため、こちらも直流600ボルト、機関車はいずれも終電靴とパンタグラフ、初期はポールの双方を装備していた。また、機関車がいずれもロット駆動であったこともあり、地下鉄車両とは異なり終電靴はいずれも車端部に装備入れていた。 レールの上側と下側のどちらを終電靴がするのかは国によっても様々である。日本では前校で紹介した新一本線の横系以外はすべて上面接触である。一方、日本以外ではベルリン S バーンなどのように下側に接触しているものもある。4機乗方式、ホーレールシステムはロンドン地下鉄のみで見られるもので通常位置の 第3機場から終電した電力を走行用レールではなく、その間に設置した第4機場に返す方式。警官上は大きな違いはないが、非電化の場合は当然ながら、軌道内に立ち入っても感電しないため、安全対策面では手軽になる。第3機場方式を採用している鉄道で、駅のホームから立ち証明をして、電流の流れる機場にかかると、 小弁を通じて電流が到達して、感電死するという誤解があり、これを事実として描いたフィクション作品も存在する、漫画、キラキラ、光ると、アメリカで撮影されているテレビ番組、怪しい伝説は、この誤解を検証するため実験を行ったが、体から出た小弁は、棒状ではなく細かい水滴状になっているため、数センチ以上離れると電流が到達しないと判明し、 この説を嘘と判定した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。